これは。はい、皆さんこんにちは。今日はね、近くの池に来ています。そこでね、浮きを使って小物を釣りたいと思います。針はね、すごくちっちゃいやつ、これですね。で、餌はですね、マルキューのこういった、練り餌です。練らずにね、すぐ使えるのとても便利です。あの辺がピチャピチャしてますね。ピチャピチャ。もうちょっと奥か。来た。起きた。2回来たね。うん、お、釣れた。はい、ということで、ちっちゃなね、ブルーギルだと思いますね。これね、ブルーギル釣れました。おー、ずいぶん遠く投げたね。引っかかんないようにね。ブルーギルだね。はい、じゃあちょっと針外しましょう。はい、ということでね、ブルーギル2匹目です。ちっちゃいですね。母さん1匹、私1匹、長横1匹ずつです。ほら、ハンデス弾いた。いきます。うん、こう。ほら、来た。見た？見た。来てる、来てる、来てる。来てる、来てる。来てるよ。終わったが。餌取られちゃったからね。取られちゃったかな。いいとこ、いいとこ。ここはいいよ。ここはいい。入れてすぐがね。ほら来た来た。あれで合わせないといけないのかな、もしかして。あれで。おお来た。ああああ、釣れた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 。見て見て見て。ちょっと待って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 、すんごいちっちゃいの。これね。とりあえずストップ。よし。超可愛い子が釣れました。はい、ということでね、超かわいい、これはなんだ、口細もお都合じゃないでしょうかね。じゃあちょっとね、こっち見てみましょう、何の魚だか。ちょっと、まあ、もつご、おいかわ、たもろこ、あとなんだ、かわむつ、まあ、そのあたりなんでしょうけど、まあこれはね、もつごに1票ですね、私はね。じゃあね、これあと逃がしますね、これね。よいしょ。ね、元気ですね。はい、ではね、行きまーす。よいしょ。ここですよ。私が見つけたポイント。ほら、来た！どう？今のもね、遅いんですよ、多分ね。あそこで待って、次のあたりを待つっていう選択肢もあるけど、餌持ちが悪いのでね、柔らかい餌なので、まあ、その分ね、食いはいいんでしょうね、柔らかい分ね。やっぱ、でちゃってやっちゃったね、でちゃって。でちゃってやるとね、あ、来てる。ほら、あ、今、完全に遅いね。ここで来んだよ、ここで。ん？お、来た。行きまーす。はい。いいとこ行った。すぐ来るよ。すぐ来たでしょ。
来た。来たよね、今。うん。来てる。ダメか。おう、やるよ。終わりかい？もう浮きだけに合わせていいぞ。うん。やった。ほうほうほう。これは、これは、これは、おお、お、船ですかね。ちょっと一旦針外しますね。はい。よいしょ。はい、オッケー。おお、いいの釣れたね。いるね。船も釣れましたね。じゃちょっと土入れてみて。ちょっとこっち入れてみてみか。観察。うん、観察。はい、ということでね、これおそらく船ですね。まあ、ヘラブナかフナかは分かんないですけど、まあ、フナだと思います。綺麗だね。うん。立派なフナです。まあ、小物ですけどね。まあ、大きく育つんでしょうけど。はい。うん、フナが釣れました。はい。じゃあ、母さんこれ逃がしますね。あとね。はい。よし。はい、いかがでしたでしょうか。今日はね、フナが1匹と、おそらくモツゴが1匹と、あとブルーギルが2匹釣れました。なかなかね、ピクピク来てね、合わせる技術、私はまだまだだと思いますけど、また来てね、練習したいと思います。では、この動画良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。